アセス・ブリスコーは、アメリカ海軍の駆逐艦。スプルーアンス級駆逐艦の15番艦。艦名は、ロバート・ピアス・ブリスコー海軍少将にちなむ。ブリスコーは1975年7月21日に、ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で、寄港、1976年12月28日に、浸水、1978年6月3日に、収益した。 その25年の活動の大半は、バージニア州ノーフォークを拠点としたものであった。改装工事でマーク 41VLS が搭載され、トマホーク巡航ミサイルによる対地攻撃能力が付与された。また、SH-2 から SH-60 に変更されたため、搭載機による対艦対戦能力が向上した。その後、ダム21連装発射機を搭載したため、 互換防空能力がより強化された。1980年、ブリスコーは大西洋艦隊の最優秀艦としてバッテン、ベルクカップを受賞した。1990年、ブリスコーはグレナダ解放のためのアージェントフューリー作戦、レバノン沖合での国連平和維持軍の作戦、バルト海での作戦活動に参加した。また、イラクに対する国連制裁支援に参加し、 航海北部に2度展開した。ブリスコは275隻の商船に対する臨検を行い、当時の記録を樹立した。1994年3月、2度目の航海北部への展開で、ブリスコはエジプトの旅客フェリー、AL コマール AL サウディ AL ミスリーからの救難要請を受信した。ブリスコは多くの船舶による遭難船の救助活動において、 臨時の指揮官の役割を果たし、500名以上の乗客の救助活動を統率した。1996年には、地中海と国海に6ヶ月間展開した。ブリス港は、対戦ヘリ部隊を搭載し、トルコ海軍との演習、アトラスヒンジに参加、また、地中海中部及び東部での演習、シャークハント、ジョーズに参加した。8月31日から9月9日までは演習。 クラシカ96に参加した。演習は第6艦隊の艦艇に加え国会及び地中海、沿岸諸国の海軍艦艇が参加して国会で行われ平和維持活動に従事した。演習を順調に実施するため、ブリスコーは他国の艦艇との連絡調整を担当する士官を2名指名した。ブリスコーはウクライナ艦チャーナイーブとの海上補給を2日間にわたって 実施した。ノボロシースクで、ブリスコーは、ロシア海軍300周年記念式典及び、ドイツからの解放記念式典に参加した。1998年9月に、ペルシャ湾配備を完了した。この配備で、ブリスコーは3万3000を航行し、115隻を、臨県7名の、要医療患者の救援、国連制裁のための飛行禁止空域監視を、 総計132時間支援した。1999年5月、ブリスコーはニューヨークで開催された海軍記念日の式典に参加した。7月には操縦機が墜落し行方不明となったジョン・フィッツ・ジェラルド・ケネディ・ジュニアの捜索に当たった。ケネディ・ジュニアと妻・義理の姉の遺体はブリスコー艦上からマーサーズ・ビンヤード沖で散骨された。ブリスコーは ハリー・エストルーマン空母戦闘グループの一席として、イラクの自由作戦に参加し、2003年5月にバージニアに帰還した。その後2003年10月2日に退役2004年4月6日除籍された。2005年8月25日、ノースカロライナ州チェリーポイント沖で行われた艦隊演習において、標的艦として海没処分された。ありがとうございます。